お仕事の一日の流れを見てみましょう。販促物や商談に必要な資料を積み込み、自宅からマイカーで担当店舗へ直接向かいます。社内で1日のスケジュールを確認して店内へ向かいます。店頭作業の内容によって安全器具を装着します。入店手続きをし、お店の方に挨拶をします。店内の在庫を確認して、バックヤードで商品補充の準備をします。サントリーフィールドエキスパートに入社して良かったことは？2008年8月に入社しました。その時は子供もまだ小さく、土日休みで家族との時間を大切にしたいとの思いを叶えられる勤務体制が入社理由です。ちょっとだけ大変、辛いことはありますか？重い荷物を持つ時もあります。でも大変だったり辛いと思うことはあまりないので、今まで続けてこれたのだと思います。売り場での陳列のポイントは？お客様が手に取りやすく選びやすいように陳列をします。ケース売り強化の時はケースが取りやすいように手前に置きます。お客様に興味を持っていただくために、大きな売り場は迫力のある陳列を、小さな売り場は目立つように陳列をしています。チームで共有される活動事例を参考に売り場を作ることもあります。客動線と夜市の良いところでの展開を目指しています。仕事でのやりがいは？店舗と一体となって活動できるところです。提案展開から狙い通りの結果が出たときは嬉しく思います。またお客様と会話ができるのも楽しみの一つです。陳列時に、今度はどんな新商品が出たの、いつも綺麗な売り場ね、頑張ってねと声をかけていただくこともあります。店舗の方からは、いつも綺麗な売り場にしてくれるから助かる、待ってたよ、売り場作成ありがとう、売れたねと言われると嬉しく思います。商談も大切な仕事。新しい売り方の提案など、いかに売り場を確保できるか、腕の見せ所です。さまざまな売り場に合わせた提案をします。メンバーとのチームワークは？チームの活動事例を共有してもらえるので、その事例を活用した提案ができます。店舗を回るときは一人ですが、チーム一団となって活動できるので孤独感はありません。店内での活動が終われば活動報告をします。担当店舗のうち1日 3,4 店舗を回って帰宅します。スケジュールに合わせてお昼休憩を挟んで次の店舗へと向かいます。今後の目標は？定年まで働けたらなと思っております。そのためには腰を痛めないように気をつけています。この仕事にはたくさんの楽しさがあります。ワクワクする気持ちを持ち続けて活動しています。飲料担当竹内さんの一日の仕事の様子が分かりましたか？皆さん、参考にしてみてくださいね。